こんにちは、ひろちゃんです。コメントでもみがらくんたんを直焼きした後、高温器で耕した後、どのくらいの期間が経ったら苗を植えていいでしょうかということですが、直焼きした後、火を消すためにお水をかけると思いますが、お水をかけて耕して、その後土が冷えてれば定植は構いませんが、まあ1日ぐらい経てば冷えると思います。冷えない場合はお水をたっぷりかけてもう一度耕します。ありがとうございました。2個。